JR 新夕張駅からお届けしています。JR 新夕張駅はですね、夕張支線が廃止になりまして、6年前ですね。なかなかの、最新型の綺麗な駅だったはずなんですが、あれ、バスの時間調整は下でやるんですね。バスターミナルがね、列車との接続利便性を上げるためにそこに移ってきた。前はそこだったんですよ。なんですけど、でも鉄道の利用者のことしか考えてないんですね。夕張の人のこと考えたら、あの辺にバス停がある方が絶対楽なんですよね。買い物、あそこに道の駅がありますけど、道の駅って実はスーパーマーケット機能もあったりするんで、ね、夕張で、いい買い物するって言ったら、ここか、あとは清水沢の方にあるコープ札幌ぐらいしか、正直なくて、ね、末広とかですね、あと U 鉄の本社のあたり、あの辺の人は下手したら栗山の方に出る方がいいんじゃねえか。いや、栗山もまあまあ遠いですからね。っていうぐらい、でかといってじゃあその末広の人がここまで買い物に来る、末広ってのはJR 夕張駅があったあたりですね、もしくは市役所のあたり、あの辺の人がここまで来るのに片道20キロぐらいあるんですよ。駅の数で5、6駅しかなかったので近いように見えますけど、一応20キロ近くありますからね。しかもまあまあ山下ってくる感じになるので、まあ帰りは当然上りになるわけで、なのでここがね、じゃあ末広の人の買い物拠点になるかしたらちょっと違うので、あそこの人が買い物するならまあおそらく来て清水沢、もしくはちょっと高いけどセイコーマートに行っちゃうのかな。末広、レース、先ほどもお届けした動画の中でも見れましたが、あっこにもね、セイコーマートはありますんで、ね、で、一番面白かったのが、はい、アナウンスになります。特急トカチ、50分ほどの遅延を持って運転中だそうです。私がこの後乗る予定のトカチ8号は16時33分発、15時33分発、今27分なんで、所定ではあと6分で来るはずなんですが、思わぬ形で時間ができました。私にとっては非常にありがたいです。こうして駅前で動画が撮れますんで、ね、一昔前はこう、もみじ山っていう名前の駅名でした。この駅名表別に移築してきた、おそらく枠はひょっとしたら移築してきたかもしれないんですけど、看板は、後でデザインし直して、してますね。当時からこんな丸文字のフォントなんてあるわけないですからね。で、裏を見ると、JR 新夕張駅の、特徴ある石炭の色なのかっつうと、ちょっと石炭にしては茶色いなんだけど、立派な駅舎ですよね。利用者の割に立派な駅舎なのは、上が信号や保線関係の事務所になってるっていうのもありますね。この駅は信号場的な役割も非常に重要なので、たださすがにね、自動化されてると思うんで仕事ほとんどないと思うんだけど、であちらにバスのうんちゃん運転、バスが折り返しの間上に止めてるんじゃなくて下に止めてる理由というのがありまして、実はあそこにバス止まってるの見えると思うんですけど、あのバスの斜め前に公衆トイレがあるんですよね。おそらくそこが使いやすいっていうのもあるんだと思うんで、はい、JR 新夕張駅です。左側煙突があるんですね。4日間の北海道旅も今日で私終了。この後ただね、予定よりもね
2本ほど早い列車で、千歳方面に向かうことになってしまったので、暇なんですよね。どこ行こうかな。かといって、白老とかに行くよほどの暇はないんで、まあ、無難なのは、千歳まで出て、千歳で時間調整してから、新千歳空港に向かおうかなと思ってます。では、ホームに入りましょうか。ちょっと早いけど。ね、なんか十勝方面で結構雨が降ってたみたいで、その雨の影響で列車が遅れてるというふうな情報です。では、列車がやってくるまでの間、動画を撮りつつ暇つぶしです。では一旦止めます。はい、3時半になります。時刻は3時31分。所定ですと駅の窓口が閉まる時間なんですが、列車が遅れてるので、その分ただいま列車が、時刻3時半を過ぎたので、窓口のブラインドが落とされて、実質的な無人駅になっています。ただですね、この駅には券売機があります。この券売機で、乗車券類の購入は可能です。ただですね、券売機では乗車券はでしか売ってない、特急券はもう発行していないというようなことが書かれています。私この後千歳まで行くので1130円、はい、ではですね、時間も持て余しているのでホームに行きましょうか。はい、新夕張駅のホームでございます。JR 新夕張駅はついにですね、私の知ってる新夕張駅、ちょっと駅名表逆光で見にくいんですが、右側は富里だったはずです。左側はシムカップだったっけ、楓な気がするんだけどな。楓と沼の畑が、沼の沢があったはずですね。東五稜ガスに列車のブログを案内いたします。15時33分発札幌基礎急列車十勝8号は50分遅れて運転中です。札幌基礎急列車十勝8号は50分遅れて運転中です。お急ぎのところ申し訳ございませんが、もうしばらくお待ちください。現在戸部駅付近を走行中です。戸部駅付近を走行中です。札幌基礎急列車十勝8号50分遅れて運転中です。なお遅れについては前後する場合がございます。あらかじめご了承ください。トマムってことは、あとトマム、シムカップで、シムカップの次がカエデで、カエデの次がここだから、結構まだまだ来るな、時間かかんな、30分ぐらいかかるでしょうね。そして、この駅は当初2面4線だったんですが、事実上の1面2線になってしまいました。奥のホームも一応現役っぽいような状態で残ってるんですが、線路見てください。手前が現役の線路で、奥が、使われていない2番線、
3番線、4番線ホームの線路なんですけど、まず3番線、4番線の看板が撤去されてます。この看板ですね。で、さらに、乗り換えって書いてある看板にシールが貼られてなくて、乗り換えがあるようになってます。ただ駅名表は川端駅に変わってます。富里駅ではないです。ここは変えてるんですね。で、さらにですね、川端駅じゃなくて滝の上でもなく川端駅になってます。さらに線路をご覧ください。右、現役の線路と、使われてないとされている線路です。赤錆びています。ただ信号は生きています。なので設備としては使ってるんですね。ただ錆び取りしてないんですよね。錆び取り用の列車の進入がないみたいなので、まあおそらくもう実質的には現役じゃないのかもしれないんですけど、はい、新夕張駅です。 JR 新夕張駅になっています。列車が50分ほど来ないことになっています。上下線の信号はいずれも赤を現示しているので、しばらく来ないよねって感じですね。JR 新夕張駅、この先トンネルがありまして、その先富里信号場になっています。暇だな、どうしようかな。とりあえず千歳に行きますけど、あ、駅名看板が掛け替わってますね。あ、変わってないのか。新夕張駅なんですが、3時半で窓口営業が終わるのは、おそらくこのあと所定時刻で15時33分十勝8号の発車の扱いを15時半までして、降車のお客さんの相手はするつもりがないんでしょうね。車掌が集めるんですかね。そういうこともあって、まあ、まるっきりその指定席だから、指定席で、ね、しかもあの券売機で特急券売ってないのに、まあまあ乗車券乗ってくれ、買って乗ってくれって感じなのかな。こういう時チケットレスがあるといいのにな。チケットレスがあれば決済して乗ってしまえばいいのに。そうするとあれか、チケットレスにすると車掌が乗車券の確認しないから、いや、してもいいんだけど、しないんで、取りっぱぐれるのは特急料金より運賃の方が痛いっていうことなのかな。でね、さっきあの、駅ネットで特急券と乗車券買おうと思ったんですよ。そしたらね、ビザカードの障害かなんだか知んないけど、いくらやっても、認証メールが飛んでこなくて、で、認証メールには、認証キーを入れないと、駅ネット決済できないんで、結局買えなくて、まあ別に買えても買えなくても割引ないんで、まあ強いて言えば駅ネットポイントが5点分もらえなかった。5円分だからな。そこでぐちぐち文句言ってもしょうがないんですけど、で、これも JR のせいじゃなくてビザカードのせいなんで、JR のせいでもない。もっと言うと JR 東日本のシステムですしね。新夕張駅です。ね、新夕張があるじゃないかなんて言ってる方いらっしゃると思うんですが、夕張市から札幌市に行く手段として新夕張駅があるじゃないかっていうのはちょっと違って、新夕張駅があるじゃないかは夕張支線があっての話なんですね。夕張の人の立場に立ってみると、
その鉄道を利用する場合ね。ですけど、その先ほどもお伝えしたように、新夕張の、夕張市の市役所がある付近や、マウント冷水があるあたりは、からここまで20キロ近くあるんですね。で、最近はコンパクトシティの名のもとに、南清水沢にそういったものをまとめているんですが、南清水沢からここまでだって、まあ15分から20分ぐらいかかるわけですよ。あんまり良くはないよね。で、私何50分遅延？ゆっくり返します。ご利用ですリレスラブローカーになってします。札幌行きですが、トガチャチームは現在50分ほど遅れました。でもそれでも南千歳に5時頃着くのか。5時、それで暇、やっぱり暇は暇なんだな。本日九州方面の大雨の影響によりまして列車が遅れております。なので私この後は50分ほど遅れている店長です。なお遅れについては弁護する場合がございます。あらかじめご了承ください。千歳で時間調整をしてから空港に向かうことにします。どうせ飛行機8時半なんで暇は暇なんですよ。新夕張駅でございます。夕張駅があって新夕張駅があったんですが、その夕張駅がなくなったんで、もうここを夕張駅にしちゃえばいいじゃんって思ったりもするんですけどね。ご覧ください。トマム方面は普通列車、まあもともとないんですけどね。左側に出ている追分南千歳札幌方面は普通列車がなんと2本しかありません。これとこれしかないの？これすごいよね。18時42分の前が、あ、違う、ここにあった13時12分があるね。いや、これすごいよね。だ1日3本しか普通列車がないっていうね。まあ特急が手厚くあるとはいえ、でちなみに、夕張市民の皆さんに限定で特急料金がほぼゼロになる、パスがあります。なんだっけあれ、夕張市民特急金代用表ってなやつだっけ。10円払うと特急に乗れるっていうね。まあ一応 JR としては市民の足は守っているよという立場なんでしょうね。新夕張駅です。いよいよ石勝線も普通列車しか止まらない駅は川端駅のみになりまして、その他の駅には全て特急が止まります。特急が止まらない駅は川端駅のみです。東滝川もなくなりましたし、滝の上は今年の3月に廃止になりました。ここの駅の隣にありました富里と楓はもう結構前になくなっていまして、富里ので楓から先はもう特急街道ですからっていう感じですね。あんなに来ていた夕張支線最後だっつって来てたファンはどこ行っちゃったんだろうっていうぐらい夕張という、あ、一応3番線4番線看板出てますね。出てるけど古いままですね。こっちは新しい様式になってますけど、こっちは国鉄様式のままですね。実は3番線4番線にはエレベーターが、まあ、業務用とはいえあったので、まあ、バリアフリー化を停車列車に限り3番線4番線使えばいいじゃんと思ったんですけど、
まあまあ、うん、ね、はい、では新夕張駅、特に通過列車もありませんし、この先の保線所にもじゃくんの看板が出てたんだけど、ちょっと見えないですね。いや、さすがにね、楽しかったけど疲れますね、旅行って贅沢な悩みですけど、明日はまた普通に9時15分から出勤務です。ん、今週は、はい、ではちょっと列車到着まで止めます。ありがとうございます。15時33分、遅れている15時33分の十勝8号まもなく列車が進入するようです。時刻は16時11分、44分遅れって言ってたんで、もうぼちぼち来ますね。確か今楓信号場を通過したところだというふうにアナウンスが鳴っていたので、まもなくですね、私3号車指定席を確保しています。急っつったって、この先僕の降りる千歳駅までで通過する駅は川端駅だけなんですよね。なんか騙されてるような感じがするんですけど、普通列車と何が違うんだっていうね。座席指定料金とか、まあ指定料金は別に取ってますからね。別に普通列車だって指定席は設定できるわけで、まあ別にいいけどね。そんな目くじら立てるほど高くもないし、ちなみにですね、南千歳までの場合で計算すると、自由席、普通車指定席1100円ちょいで、普通、グリーン車指定席が1900円ちょいなんで、ね、心に余裕があればグリーン車でもいいかなと思ったんですけど、まあ値段が安い分、乗る時間もそんな長くないんですよね。30分ちょい、それなら、普通車でもいいかなっていう感じなんですが、かといってじゃあ長い乗った気しねえなって言って長い時間乗ると、今度それはそれでまた高くつくんで、まもなくあ、信号が青が現示されてるんで、まもなく来るんですかね。JR 北海道をご利用いただきましてって間もなくなるはずですね。眠い眠いね。なんか今回の旅結構寝てるんですけどね、夜の8時に寝たりとかしてるんで、意外と寝てるんですけどね。疲れてんのかな。まあまあ疲れるようなことしてますからね、ずっと外にいて野球ばっか見てたり。さあ列車来るみたいですね。さあじゃあ、夕張市もみじ山にございます、新夕張駅です。ね、まあ夕張よくね、何もないとかむしろボロいとかなんとかいろいろ言ってますけど、
じゃあ北海道に何を求めてるのかっていう話なんですよね。人が来る、人が来ないから行かないんじゃなくて、そこに何があるかを見つけに行くのが旅だと思ってるんで、何かがあるから行くっていうのも旅かもしれないんですけど、私から言わせれば何もないかどうかを確かめに行くっていうのも旅の目的だと思います。いろいろ考え方あると思うんですけど、人がいるところに行くのが旅でもない。今回人いるから来たんですけどね。知ってる人がいるから、待ってくれてる人がいるから行くっていうのもありますけど、とはいえ別にその人いなくても多分来たと思いますし、列車接近です。所定15時33分十勝8号札幌行きです。時刻16時16分頑張って、遅れを縮めていただきたいところですね。はい、じゃあ十勝8号到着です。新夕張駅紹介でした。以上、ご視聴ありがとうございました。では失礼いたします。